3月1日7時43分現在の底値を確認してみたいんですけど、目下のところ直近がですね、直近がここ 8451.79、 そのもう1個下がここ 8219.19。 まずここを底値として考えてですね、リバが来るんではないかなとご隠居は考えております。今日は3月3日火曜日、時刻は10時45分になっています。やはりそこね、8450くらいをバックにですね、8430ぐらいまで落ちたんですが、これからの動きなんですが、一旦押し目があると思いますね。ここで上がってきました。ここで一旦押し目を作ってですね、落ちてくるという形になると思います。あくまでこれは押し目で上昇と9000ドルを超えてくる動きになってくると思います。時は2020年3月4日、時刻は6時25分になっています。大きな大きな流れとしては下降トレンドなんですよ。下降トレンドであるんですが、現在のところ戻りを待っているっていう状態になると思います。ここを落ちてきて戻りを待って下降と、こんなような形になると思います。どこまで上がるのか、9110っていうのが大きな節目だと思います。エントリーポイントとしたら、ここの下からここをバックに、9430をバックにロングを打つ方法、現状ね9110まで待ってショートを打つっていう方法の2種類があります。今日は3月5日木曜日、時刻は午前5時43分、現在の価格は8717、8981.34、ここが上限となっております。現状戻り待ちなんですよね。上昇上に上がりたいんではあるんですが、方向的なもので言うと下げ圧力が強いということで、もうここはもうレンジに なるのがもうしょうがないと。エントリーポイントとしたら、現在戻り待ちということなんで、ショートが打ちたいです。ショートが打ちたい、戻り待ち、ショートが打ちたく戻り待ちなんですよ。この辺まで上がってきてほしいんですよ。この辺まで上がってきてほしいんですが、なかなか上がらないと、下げ圧力強いということですね。もうここまで上がらないとショートは打てないと。2020年3月6日金曜日、時刻は4時30分となっております。9110くらいからのショートを推奨いたします。今日のポイントです。現状いつ落ちてもおかしくない状態になっております。ただもう少し時間をかけてですね、上値を何回かつついてきてですね、多少超えながらも耐えてくるっていう状態になるんではないでしょうか。今日は3月7日土曜日、時刻は4時51分になっております。ベジサポの確認です。レジスタンスは9167になっております。エントリーポイントですが、ちょうど今でしょうという感じで、9100台からショートを推奨します。今日のポイントです。上値を固めてきたので、本日中に下落すると思います。ショートポイントを探して打つべし。私が使用している FX 業者は FXGT です。レート幅などを共有してトレードをしてみたい方は、概要欄にリンクを貼っていますので、口座開設してみてください。また、いち早く情報を入手してみたい方は、LINE コミュニティでトレードノートを無料で公開していますので、入ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。